はいどうも、よかちぷにぷに今回もやっていきます。今回ね、何でしたっけ、お知らせできてますけど、クローン黒竜少年隊と、超覚醒ロボウエモン超アップね、こちらやっていきたいと思います。18日までなんで、あ、これ1日合社か。なるほどね。で、まあ実際これまあなんていうんですかね、初心者向けといえば、まあ特攻的にはこの幻のダメージアップダウンなので、まあ実質ね、源流源流ガシャみたいなねこいつがいたらもう源流ゲットできるから、まあ実質 ZZ 狙いみたいな源流特攻なしでね倒せない人にとっては源流狙いみたいなね、そんなガシャですかね。ロボエモンは月の闇なんだね。はい。あと横取りなんだっていう感じで。まあ昔ほどね、横取りもなんか大変じゃない。大変だけど大変じゃないっていうかね。あの、取って取られてみたいになんないので、あんまりロボエモンもいらねえかなっていうとこで。まあ源流いりますかっていうね。はい。そんな感じで、この、アゲアゲハも1日、みたいな、そんなガシャになるのかな。はい。まあ明日はあれか、コンタンとウィスローシもあるので、あ、でもウィスローシは今回のイベント妖怪じゃないから、私たまたまあのなんだっけ、あの滅竜士コインで出たんだけど、うん、コンタン、明日はコンタンとアゲアゲハなのかな。まあそんな感じで、はい、まあ特攻で倒せない人向けの救済妖怪みたいな感じなんで、まあ行かない人は行かなくてもいいのかなっていうね。はい。ただウォッチがね、どっちにしろ完成できないので、あのここは行く必要は、あ、ウォッチ完成した人は行った方がいいのかなっていうところだけど、まあ炎竜とかね、1体、まあ豪傑の1体 ZZ か、風竜は技ゲージ溜まる系、まあ別に、まあこの風竜も復活スキルあるけど、風竜、あ、源流か。まあ源流は将棋、不思議はね、将棋、なんだっけ、将棋アマテラスいる人は別に、ウォッチ狙わない、倒せなくてウォッチね、狙えない人は別にいいんじゃねえの的な、はい。そんな感じですね。今回のこの少年、あ、少年ここにいねえか、はい。何ですか、うん、幻だけだからな。今回面白い試みだよね。ただ、源流をそうだな。源流とか、貫突できるね。あれもできるので、そういう意味だと、まあ、源流復活スキルだからね。私の手持ちの、将棋アマテラスよりもいい、妖怪になれるかもしれないので、はい。まあ、行ってもいいかなって感じかな。これは極道か。なんか、各妖怪がね、まあ、毎日出るって感じなのかな。日の光が祈りか。まあでもなんか特攻が多いよね。イベントクリアね、特攻なしで攻略できない人にとっては、かなりめんどくさい感じかな。まあ10連だけ回すかな。なんか今回、こんなガシャを回すよりは、まあぶっちゃけてね、この ZZZ ランクの妖怪をレベル上げした方がいいんじゃねえの的なね。この前ゲットした芝大事とかね、その方がいいような気もするんだけど、まあやっていきましょう。源流は確かに私は不思議、源流持ってないからね、いいんじゃないのっていう感じがします。うん、私の手持ちだとこれなんだよね。アマテラスが技レベル4で、あれ心もとないからな。はい、まあそんな感じでいきましょう。だから結構今回やり込み要素高いよね。まあ当たるとも限らないし、ここにクワトシ、あ、ここ、私これ持ってるからこれでゲットしてもいいんだよな。まあ正直一番黒竜がね、種族効果アップ妖怪で一番いいので、黒竜もなんか復刻っていうかね、出てきてほしいけど、本人がね、いるから登場させるわけにいかないもんね、今ね。もうやられちゃったからいないはずだもんね。なので、
ていう感じですかね。なんかこのエラベールも中身どんどん増えていくといいな。はい、なんで私ちょっとこれステイしてるね。熱粒子終わると思ってたからな、終わんなかったね。さあじゃあちょっと運落としていきましょう。ごめんなさい。まあどうせ当たんないかな。うん、まあできさ、なんかサバカとかだから今回あんまり周回しないのでメイヤカだけ回します。ちょっともったいないかもね。しかも当たんないしねはい、まあそんな感じですね。はい、なんでまあいける人はいってって感じかな。今回でもワイプポイント稼げるのかな。さあ行きましょう。ボンボン、お、ロボエモンポン、あ、止まった。ロボエモンかな、ロボエモンな気がする。イエーイ、ということであらゲットできちゃったね。はい、なんでまあこれはこれでありなのかなというところですかね。キャラはね可愛らしいのでいいんじゃないでしょうか。ということで、クローン黒竜少年隊。クローン黒竜少年隊、なんだろう、なんか、なんとかこんなのあったよね。グレン、なんとか、かんとかグレン隊みたいな。なかったっけ。はい。そんな感じで。まあ、こんな感じで引っ掛けるのもありかなと。まあ、今後ね、滅粒子イベントもあるので、まあ、できたらね、私みたいに滅粒揃ってない人、はこういうのね、滅粒イベントあと何回あるんだろうね。なんかそれも考えると、はい、ほんとね、私コラボ以外ほとんどダメなんだよねワーズレベルコラボ妖怪以外みんな低いよね。あれなんで、なのでまあちょっとねそこが問題だけど、まあでもいいや。これで源流でも私、周回苦手だからな。周回苦手だからダメだろうな。はい。まあ。まあいいんじゃないでしょうか。はい。という感じで。幻系ですね。妖怪としては、まあね。ヒットポイント回復。G 技。6プニ以上のプニを消したとき発動。で、回復か。で、ミッションも多分、でもほんとさ、今、スペシャルコイン ZZ とか回しても思うけど、スキル2がね、ほんとないと厳しいよね。これだね、クローン少年隊は、あ、ミッションないんだな、はい。なんか、スキルはどこでゲットするんだろうね。はい。ゲットできればいいなと思いますけど。うん、なんか普通はここにあるんだけどね。なぜかないので。横取りとか。あー、そうかそうか。ごめんごめん。お宝だ。じゃあなんかお宝頑張るモチベーションにもなるから、いいんじゃないかな。はい。これ、ちょっと私の目で見にくいんだけど、これだよね、きっとね。はい、なのでこれでいいのかな、よく見えないけど、暗いけどこれだよね。なんで、はい、お宝集めね、頑張れるモチベーションになったと思うんで、はい、というわけでこんな感じにしますすいません。なんでまあね、このイベントパスする人は特にいいんじゃないかなという感じがしますかね。これこうだよね。はい、じゃあ、こんな感じで最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、今回どうなんだろうな、伏流でも欲しいよな、攻撃力アップデカプニだけど、ちょっと難易度が高いよな。ラストチャンスに全てをかけた方がいいのかな。特攻なしがね。特攻なしが難しいんだよな、ほんと。
滅竜妖怪が全然育ってないからね。まあちょっと少しは頑張ろう予定ですが、はい、一応私こんな感じです。それではまたお会いしましょう。さようなら。まあでもニョロロンが割と揃ってるっちゃ揃ってるか。あとこの子だね。